まず何かのブロックを置いた後、その上にボタンを乗せます。地面に草ブロックと粘土ブロックを埋め込みます。タイルの端っこにはレッドストーンの粉を乗せます。矢印の方向を向いた後、リピーターを設置して数字の分だけクリックします。さっき埋めた草ブロックの真上に音ブロックを乗せて数字の分だけクリックします。